それではその次のシーンをどうぞ。朝雨、女の腕まくりって言うから直にやむだろう。そうですね。朝雨、女の腕まくり。朝雨、女の腕まくり、つまりですね、朝雨が降りますね。それは女の方が腕まくりをしてですね、何をあんたって言ったってあの腕力じゃ大したことはないというようにですね、朝降った雨というものはその後強くなりませんよって、そういう意味ですね。でこれは肝心なことは、その土地土地にですね、口で伝えられているお天気の状況というのはあるわけですね。あの山の端に黒い雲がかかると雨になるよとかですね、そういうものはその土地へ住んだら知っておく必要があります。これは意外によく当たるんですね、長い間の経験から。ですからそうしたですね、朝雨女の腕まくりというような一つのことわざにもなっておりますが、そういったその土地の気象を知るということもよりよく住める一つの大きな条件でございます。恐れるに足りない、騒ぐことはないという意味を持つこのことわざの類句は、朝雨に傘いらず、朝雨傘を脱げというものがあります。どちらも朝に降る雨は大したことはない、ほんのお湿り程度で、傘を差すほどでも傘をかぶるほどでもないという意味です。